萌ちゃん寝顔写真 OK って言ってたよ。今確認撮ってる。写真送って、この写真なんだけど載せていい？配信中だから確認できません。ああだから今日じゃないかも、載せるのは。こんばんは。歩いてきました。めちゃくちゃ疲れました。ご飯はきゅうりとエビと持つこうたん、あーそういうことか。18日ハイブ挨拶だけいきます。ありがとうございます。お待ちしております。登山におすすめのグミ登山さっぱりしたいってことだよね。甘ったるいやつじゃなくて、やっぱり系。粒組プレミアムとかはどうでしょうか。柑橘の夏限定の粒組プレミアム濃厚柑橘、めっちゃ小食。ああちょっと食べてないか。夜公演拝見させていただき楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。また来てください。こんばんは。今売ってる粒組プレミアムの柑橘、青いパッケージの。ピンクグレープフルーツ、グレープフルーツスイーティーです。グレープフルーツの粒組です。
バテでもないのに食欲がない。いや、あるよ、食欲ある。体調悪いとかじゃない。ポキ太ったんだ。太ったからちょっとだけ節制し、夏バテとは無縁ですから。私なんか今年に入って事情で前半 NGT に絡んでなかった、後半は力入れます。わあ、ありがとうございます。お待ちしております。 NGT が伸びちゃいました。こんなに巻いてるもん。変、なんかなし。切るかと思ったよね。切ろ、私明日とか。これでよしとします。今日はもうさ、毎日もうなんか毎週のように切って。どこに肉ついた？顔と足。上半身にはつかないんです。美容院は行かない。普通にジョキ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 って切る。なんかその増えた分の体重の増えた分の肉が全部足についてるからかわいそうな。足につきやすいですよね、上半身よりは。まあしょうがないので、ゆるく。きゅうりしか食べないのも風邪ひいちゃうかな、もしれないから。ちょっとずつ炭水化物を取りながら。
でも昨日は普通に唐揚げくん食べた。唐揚げくん食べて、朝唐揚げくんを3個食べて、昼夜の間に、あ、違う、あ、そうだ、うん、あ、朝唐揚げくん3個食べて、お昼前は食べないで、昼夜の間に残ってる唐揚げくんと胸肉、鶏の胸肉のなんかお弁当が出たので、胸肉だけ食べて、それでおしまい。夜はおにぎり1個。ほら、いい感じでしょ。昨日は良かった、昨日はいい食事だったんです。レッドですよ、レッド。そうなの、いつもアンナと同じ時間にユンも集合場所に送ってもらうんだけど、アンナの方が集合時間が早いことが多いんですよ。だから私、自分の集合時間まで暇だから寄っちゃうんだよね、唐揚げくん買いに。それで唐揚げくん買って、それで公演頑張るっていう。朝からそんなに食べるの珍しくね。違うの、いつもは朝起きてないから食べてないけど、ちゃんと起きたらお腹すくから、唐揚げくん3個で乗り切ってるんです。もつこから連絡来ました、写真載せてもいいよだって。じゃあチャットに、今すぐに。どれがいいかな、これかな、これかわいいんですよね、かわいいです。レッド味は辛いやつ。かわいい。めっちゃかわいい。こんばんは。まだ反映されない、もうちょっと待って、きっと配信してる間に届くと思うからちょっと待ってね。
登録するからちょっと待って、だってこれでいいの？うそ、みんな登録しつ、え？あとね、昨日はユーハとね4コマ漫画みたいのしたんよ。まあ撮ってたらたまたま4コマ漫画みたいになったんだけど、あ、じゃあ動画送るね、ユーハとの動画。ユーハのチャットにも届いたかな。これがおはようだよ。チャットに動画送って、そうだよ、今登録した人はモツコの寝顔とユーハとポキの動画が送られてきます。イエーイ。メールはメールにユーハとの3コマ漫画送るね、あとで。まだ間に合うよ。落ちないで。やば、今チャット登録してきたって3人ぐらい増えたじゃん。どういうこと？モツコの寝顔で3人増えました。ありがとうモツコ。ありがとうございます。え？いじってないんだけど。寒いんだけど。寒くないんだけど。床めっちゃ冷たい。もう送っちゃった、だって。もう一回送ってあげようか。まだ間に合うで。うん。ママだよ。かわいいでしょ。届いた？かわいいでしょ。めっちゃかわいいでしょ。かわいい、かわいいって思って写真撮ったんだよ。
もうあと 3枚くらいあるから、いいよ。これポキに一個一個されてんじゃないからね。ユーハだよ、ユーハ。ユーナが写真撮って、ユーハが一個一個して、モツコが寝てる。見て、ガオそれもプリーズだって。じゃあもう一回モツコの写真送るね。もう間に合う？これ今送ったら間に合う？かわいい。何回もかわいい。送ったよ。今チャットに登録すればそれも見れますか？見れますよ。送ってあげますね。動画も来ましたか？ああ、よかったです。ふふん。あ、これも送り忘れてたわ、チャットに。猫の日の動画。本気出したやつ。みんなボリュームを下げるんだ。任せろ。家族ごめん。ボリューム注意、マジで。15だった、これ間違えた。10987654
4321。おはよう。起きれる？これでみんなは寝坊しなくて済むね。まあなんか文言は後々考えようかしら。待って待って、あのさ、本当に申し訳ない話していいですか？本当に申し訳ない話をしていいでしょうか？もっちゃもしの方へ向けてなんですけど、萌えも自分のチャットに送ろうかな、わらわらって。私の登録しなくてよかった、全然。無駄無駄。ユーダの登録世代無駄だよ、無駄だった。1ヶ月お試しお願いします。1ヶ月モツコにもポキさんの寝顔を撮ってもらわなきゃ。ポキ寝ないんだもん。1ヶ月後減ってるの。いや、なんか増減は私わかんないからさ。寝顔ハンター、そうそうそう。新幹線とかみんなが結構寝がちなので、私は写真を撮りますね。初期の頃が多いかもね、寝顔。寝顔は映ってないけど、
これはなっちゃんとスイスイじゃない、間違えた、一緒だった、なっちゃんとスイスイ二人いた、なっちゃんとリリカ、あとはが映ってないんだよね、これリリーのなんですけど、寝てるところに遭遇するから写真は撮るけど、私の寝顔を持ってる人いんのかな、ラーメン部の寝顔とかあるか、寝顔っていうかロケバスで寝てるところとか、あ、アンナの寝顔だったらもうねずーっと撮れるからね、私家でも撮れる、あー、あったユーハの寝顔、でもねこれは顔がちゃんと写ってるから確認必要だな、ユーハとリリノワールね、ラーメン部の時ユーハの寝顔めっちゃある あ、アンナの寝顔あったぞ、一緒に東京行った時だと、ユーハーと、うん、そんな感じですね、そう、ユーハー、ユーハーばっかり、違う、なんか新幹線とか隣なんだもん、まあ撮られたら多分私けど確認していただいて OK だったらね載せてもらって、マツコのチャットできたわ、でしょ、なんか送るって言ってた、分かったよ、マツコ
本当に申し訳なくなったからもつ子の写真載せるねチャットにもちろんゆうの写真も載せるけどもつ子推しに申し訳ない気持ちになってる今。忘れてた。おまけでポキちゃんの動画も送られてきたんだが、どういうこと？テロップ戻したはずだったけど消えてなかったね。ユウの動画って何？怖い。変なことやってない？ていうか、もつ子のも撮ってるってことだね。あ、私のチャットか私の猫のやつね。だっておまけって言うから、おまけってゆうのチャットなんだから、そりゃゆうの動画送るでしょ。おまけじゃないんだけど、もつ子が自分の寝顔を2個送ってゆうなの動画をおまけで送ったと思ったんよ。そうだよ、そうだよ、メインなんだけど。なんだよ。じゃあ1曲歌っております。
これは喉鳴らしをした後に歌うやつだった。一曲目で歌えないやつだった。喉が苦しかった。ちょっと。それでは壇上読みます。13位カオルコさんありがとうございます。12位ヒサキさんありがとうございます。11位イチタさんありがとうございます。10位トッパキューさんありがとうございます。9位トマオさんありがとうございます。8位キットモエラインチューンズデイさんさんありがとうございます。7位アベベポキさんありがとうございます。6位片山さんありがとうございます。5位日和ゲタさんありがとうございます。4位ユージさんありがとうございます。3位ブッチャーさんありがとうございます。2位ヨッタさんありがとうございます。1位マコイモさんありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。
今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。んじゃ、おやすみ、ごきげんよう、バイバーイ。